お皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうかえー、っと昨日ねごめんね昨日できなくてごめんなさいあの事前に今日できないよっていう連絡もちょっとしたつもりでできてなくってごめんねそうだからあのみんなきっと心配してるだろうなと思って今日はできるように今ちょっと友達と外でご飯食べてたんですけどこれに間に合うように今 あの帰ってきました <laughs> 皆さんいかがお過ごしでしたっけ今日は初めて月曜日じゃないね火曜日初めてだね月曜日以外にやるの初めてかもはいなので皆さん昨日がお休みで寂しいなと思ってたらとても嬉しいですマイルさんありがとうございますよかったなんか私もなんかやっぱもうこれ結構もう続けて何気に一 1, 1年ぐらい いや1年経ったよねもう10だって11月去年一昨年の11月とかに始めたからいやもうだから私も月曜日に「StudyWithMe」をしないとなんか結構みんなどうしてるかなっていう気持ちになってきちゃうようになったのっ今ちょっと感じてますけども。ねもうあれだね。 一部になってますね。習慣になってますね。良かった。良かった。はい。それでは今日も勉強していきますけれども、もうちょっとだけね。あの質問に答えてから始めたいと思いますよ。よえー、あみさん、こんばんは。社会福祉福祉士試験を10。12日後に控えている大学用4回生。 さやかさんや坪田先生の子供の教育に対する考え方いつも飲ませてもらってます。4月から児童福祉士として子供や家庭に関わっていきます。いずれ福祉士、先進国であるヨーロッパで、ああ、フィンランドとかかな、勉強して日本の児童福祉に対する考え,考えを変えたいと思ってます。さやかさんなぜ日本ではなくアメリカで勉強したいと思いましたかという質問をいただいてます。アミさんありがとうございます。私はなんかその、 うーんすごいシンプルに、教育、まあ児童福祉とはまたちょっと変わ違うかもしれないんですけど、教育を考えるには、やっぱり、まあ教育って私多様性そのものっていうか、多様性っていうのもなんかちょっと違うかもしれないんだけど、うん、多様性そのものだと思うの。多様性が大事とかっていうよりは、多様性そのものだと思うんですよ、個人的には。 なのに日本の教育しか知らないってすごい不自然だなとちょっと思っていてで私は一度も海外で生活したことなければあの日本語以外喋れたこともなかったし今までなのでこの状態で日本の教育のこれが問題だとかこれがいけないとかなんかアメリカはこうだとか海外に比べてこうだみたいなのを知らないのに言ってんのもなんかちょっと変だなと思っててそうだから一度日本から出た方がいいよっていうのは坪田先生すごい言われてたの教育本当にやりたいならね それでまあアメリカって全世界から来るじゃない人が。だからアメリカの教育だけじゃなくていろんな国の教育について議論ができるだろうしそうだからアメリカに行ったらまあ一番いろんな国のいろんな教育に触れられるかなと思ったのでアメリカにしましたけどそうでもねあのヨーロッパも素晴らしいし、まあ、なんなら。 留学するには、まあ、最初はヨーロッパがいいかもしれないね最近はね治安もアメリカよりいいかもしれないしあのアメリカの学費はやっぱりバカ高いのでいきなりねい,い,いける人が限られるかもしれないですよねやっぱりねうん奨学金とか,な,んかなかったらねもうほんと高いのねトップ校とか特にね そうだからヨーロッパ行くのは大,大,大,三世大,大三世ではヨーロッパ行っていろんな、まあ、それこそねいろんな文化の人たちにたくさん出会えると思うのでそこで興味がどこに湧くかもしなんかそこから行って変わるかもしれないしねはいぜひ楽しんでくださいねヨーロッパで勉強するのすっごいいいと思うなはいえー、っとあれ東大目指してる中三京大目指してる中三になった京大に変わった 明日推薦入試なのでライブさん参加できないですが勉強頑張ってくださいありがとうございます激励いただきありがとうございますさあ三十五分になってきましたのでねそれでは、えー、また二十五分ね集中してやりたいと思いますけども。 皆さん自己上上限ね、いつもの自己上上限できればやってくださいね。ここのコメント欄に今から自分はこれをやりますということを宣言してから始めてください。その方が絶対、絶対、あの、達成率は高くなりますのでね。はい。私はね、今日はね、そろそろね、もう一個の出願の準備をしなきゃいけないので、ちょっとパソコンで作業をしたりとかしようかな。 はい。<laughs> 教材目指してる中さんやっぱり名前変えた、名前変えたよね。やっぱりそうだよね。教材を目指すことにしたんだね。いや、教材いいと思うよ。私ね、東大より教材のが行きたいね。正直。個人的にですけど。はい。それでは皆さん、25分、マジ集中してやりますよ。いいですかいきますよ。人間の集中力はもう30分ぐらいしか持たないんで、ポモドロテクニックを、えー 使ってやります25分ねいきますよ25分経ったら私からまた声をかけますのでただあのパソコンで作業するかもしれないのでちょっと音を消しますが気にしないでくださいみんなマジで私のことを忘れて集中してくださいねそれでは行きますよ25分よしスタート 5分休憩ですはい皆さんどうでしょうか集中してできましたかねはいではでは先ほどの続きね、えー、中3兄弟目指して中3ひろし振り返ひろしさん振り返で火曜日やってくれてありがたいです昨日待ちながら実習しておりましたありがとうございますごめんなさいね あの待ってる人もい,い,いるだろうなってあの待ってた人もいてくださるだろうなって思いましたけれどもなんかごめんなさい本当にちゃんと言えばよ言,言うべきだったんだけどちょっとちゃんと投稿ができてなくてごめんなさい今日も大学の課題を進めます頑張ってくださいお互いねえスマイルさんこの仕事10年以上になりますがいまだにあ放課後児童支援員児童支援員放課後 昔で言う学童の先生をしています。ええ、この仕事10年以上になりますが、いまだに悩み迷、迷うばかりです。何を学べばよいのかさえ分からなくなっています。うーん、難しいですよね。難しいよね。学童の先生ってすっごい多分さ、あの、斜め上の先生っていうの。直属の先生じゃないじゃん。なんか、 あの自分の担任の先生とかさ、生活指導の先生とかさ、あの何か教える先生っていうわけじゃなくて、多分、メンタルサポートが大きいですよね、多分、学童の先生って。そんなことないかな。で、ちょっと私、どんなのか、具体的に想像がつかないんですけど、でもなんか、そんなのを想像すると、<laughs> 毎回これ、消化してるけど、これ。あの、これ読んでください、ぜひ、先生。多分 あのー、この本読むといや別にこの本を宣伝して私何の得もないんですけど先生聡太先生が書いてる本ねあのー、これすごいいいんですで学校の先生たち読んだ方がいいと思ってるんですよね個人的に。で学童の先生とか特にすごいさなんか生々しい相談来るじゃん多分。親がとか なんか進路がとかそんなんないそういう時にこの本多分すごく参考になると思うので是非読んでみてくださいはいなんかあとは心理学とか学ぶといいかもしれないですよね面白いかもしれない心理学ってほんと学ぶと面白いかもなのでうん心理学とかいいかもしれないですね対人の仕事だからねまさにねはい ええー、さ本さん、こんばんは。娘が今日あるよと教えてくれました。今夜もよろしくお願いします。ありがとうございます。娘ちゃんもフォローしてくれててね、ありがとうございます。ペペペペペ,ペ,ペさん、こんばんは。勉強を始めるまでが大変で、一度始めれば意外と測る、ドルというのはあるあるですが、さやかさんは普段勉強を始めるときどうしてますかうーん、そうですね。私は、うーん、そうだな。なんか、今日思ったんですけど、今日も、なんかこれがなかったら、多分私まだ、 外で、あの、遊んでたかもしれない。今日はね、たまたまね。だけど、これがあったので、あの、早めに切り上げて帰ってきて、こうやってあの、一緒にみんなで勉強してるわけじゃないですか。だから、なんかこう、なんていうかな、人を待たせてるとか、一緒に勉強するとか、なんかこう、何時になったら絶対やるっていう、なんかこう、し仕掛けを自分でしておくのは重要かもしれないな、と、やっぱり今日も思いましたね。なんか、 人間ってやっぱり意志が弱い生き物なので、うん、なんかちゃんとこう、けじめを自分の中でつけとかないと、何時までは好きなことやっていいけど、何時からもちゃんとやろうっていうのを、自分の中で携帯にアラームかけとくとか、うん、なんか、あの、お母さんにちゃんとあの声かけてって言っとくとか、なんかそういう仕掛けは必要かもしれないですよね。うん、なんか私は最近、あの、そんなことを考えたりしてます。きっかけ きっかけが大事だな、うん、サナこんばんは私はどんな状況でもどんなに大変でも楽しもう楽しめなくちゃ意味がないと思ってますがいいね勉強を楽しむことができません勉強を楽しむ方法はありますかいや何のために勉強するかによると思うんですよねまあ受験だったらある程度こう楽しくなくても受験達成した自分のことを想像して頑張るとかあの 必要だと思うんですけどでもそういうことが別に必要なくただ勉強しなきゃいけないっていうことであれば私はね例えば歴史を学ぶだったら漫画を読むとかなんかドラマを見てみるとかあのそういうことでもいいんじゃないかなと思います。で数学とかだとなんかこうそうだななんか数学って私楽しんで勉強したくないんだよなどうやってやるのかな。 さっき物理で死ぬとか言って,言ってた人いたけど物理なんか私やったことないからね本当にだけどもう本当に先生がね楽しませてくれたら一番いいんですけどねどうしたもんかね楽しませてあげられる先生いいざらいいけどね <laughs> あまりないよね残念だけどっていう経験的に私の経験でもそんな感じがするので そうですねただまあ今 YouTube とかあるからね YouTube でなんかめっちゃ世界一簡単にこれ説明してみたみたいなやつでもいいと思うよ。うんいいと思う。そういうとこからねあ物理って面白いんだなみたいなことに気づけていけたりとか数学ってあリアルと結構こうやってつながってんだみたいなことがあの体感できたらちょっと普段の面白くない勉強もちょっと見方が変わったりねするかもしれないのでね。はい ではでは、えー、25分、もう一回やるよ。いきますよ。先ほどの続きでもいいし、あたら改めて別の課題でもいいので、もう一回集中してやってください。いいですかいきますよ。では、用意スタート。25分後にね、お会いしましょう。また質問に答えていきますよ。では、後ほど。 はい。音聞こえてるね。音聞こえてる。はい。25分経ちましたので、今日はおしまいです。お疲れ様でした。どうでしたか集中できましたかねさあ、じゃあもうちょっと質問に答えてから終わりたいと思いますよ。はい。ではですね。えー、っと。 さきちゃんこんばんは今夜もよろしくお願いしますさやがちゃんこちらこそお願いしますって終わっちゃったけどきみこさんさやがちゃんこんばんは今日は火曜だけど昨日の振り返りとしてスタディーウィズミできて嬉しいです実は今日面接を受けてきました正直いろいろ深く掘り下げられてよくわからないとも言われてつらかったけど実際に投げ出さずにやり切きってきました頑張った偉い自分と思ってます お疲れ様でしたし。面接って嫌だよね。わかる。もうやだ。私も面接嫌だ。面接、日本語はあの得意なんですけど、あのー、この前英語で面接をしまして、あの、一つね、大学院でなんか面接しろみたいなあって、嫌だった。嫌だった。疲れた。マジで。まだちょっと英語で面接は、ちょっと無理ですね。 まあ頑張ってめっちゃ喋ったけどはい君子さんお疲れ様でした面接うまくいってるといいねはいゆめちゃんさやかさんさやちるの皆さんこんばんは今日もよろしくお願いしますえみーなさやかさん皆さんこんばんはついに来週から入試本場ああそっか地方済みなので東京に十六泊十六泊結構間が空いてんのかね それは辛いね体力メンタルコロナ勉強いろいろな不安でいっぱいですが残りの時間死ぬ気でやって絶対受かります憧れの人の後輩になってみせますさやかさん何か力の出る言葉くださいいやあ、憧れの人がいるんでしょそれは強いよね憧れって一番強いんだよ正直坪田先生はいつもあの教育は憧れだって言ってますけれども本当に私もそう思っているんですね なので、憧れの人がいるならきっと大丈夫だよ。多分、本当に死ぬ気でやるんだろうし。でもね、本当にコロナとかね、なんかこう、この前の共通テストの時も、なんかちょっと事件が起きたりね、なんかああいうの見るとさ、やっぱり、なんていうかな、なんか何のために勉強するのかっていうのをさ、やっぱ考えなきゃいけないよね、一人一人さ。 みんなななちゃゃは明確な目標があるじゃない憧れの人の後輩になりたいだから受かる受かりたい学校が明確に決まってるでしょでそういう場合はいいんだけど自分がどうしてもそこに行きたいって自分が思ってるからだけどそうじゃない人たちってたくさんいてでそれって本当に危険だと思うのよね私ね何のために自分はこんなに走らされてんだろう何でこんなに走んなきゃいけないんだろうっていうさふとした時にこう。 空っっっぽにななちゃううていいかかさなんかそれが怖いよねだからすごくあの事件は私もちょっとまああんまりちょっと本当にみんなにあ,のあんまり変な,なんか感じ変な不安を抱かせたくないん、ね、あんまり言いたくなくてこれ,これまでもあんまり触れてこなかったんですけどだからもう,もうやめますけど、うん、自分のこと考えよう一回ね受験生はあのいろいろ不安なの。 本当に分かりますけれどももうね受験は年に1回しかないのでなんなら人生に1回しかない人も多いので死ぬ気で頑張ってください後悔がないようにもうこれだけやって落ちたらもう神様がそこに行くなって言ってるって思えるぐらい残りの時間ね頑張ってくださいねはい幸運をお祈りしております。 運もあるからね、やっぱりね。運がいいって信じてた方がいいよ。私って本当運がいいんだよなって思ってたら本当に運良くなるから、私みたいに。私本当に運がいいんだよなって思ってたら、本当に最後の最後トップフで104点取れたりね。なんかそういうことが不思議と起こるものですから。私は運がいいから大丈夫だって、あの、毎晩10回ぐらい唱えてから寝てください。絶対運が良くなるから。はい。えー、あと。 ゼッキーさんさんささささややかかんこんばんんんのこばは今日もよろししくお願いしますさんに質問があるのですが昔親と仲悪い時期があったと映画や本で見たんですがどのようにして仲良くなりましたか何かきっかけとかありましたかうん親と仲悪いとて考えたお父さんだね私はお父さんが大っ嫌いでねあのただ正直娘と親父っていうのは時間が割と解決するとこが大きい気が私はしていますなので うー,んうーん、そうだな。なんか、どのようにして仲良くなったかって言われると、別に何にもしてないんだけれども、勝手に、まあ、私が彼を理解できるようになったかな。なんでかっていうと、大人になったから。<laughs> だから、私、すごい常々思ってるんですけど、親が、の苦労を子供が感じなさすぎる、感じる機会が少なすぎると思うのね。例えば なんか、すごいちっちゃい話でね。電気消しなさいってお母さんがさ、なんか、私も結構気になるタイプなんだけど、電気代がもったいないじゃん。で、使わないところの電気はつけとくともったいないじゃん。だから、消したいじゃん。で、お母さんとか結構なんか、電気消し、消しなって言ってでしょみたいな、なんか追いかけてきたりするじゃん。あれの私意味がわかんなかったんだ。別に良くないまたトイレ後で行くんだから。みたいな。でも今さ、自分がやっぱり高熱費払うようになって、 もったいないなと思うし、水もなるべく使いたくないなって思うし、水で困ってる人も世の中たくさんいるって知ったから、こんなじゃあじゃあじゃあじゃ水使うのがすごく、なんなら一回トイレ流すだけで私11リットルぐらい使ってるってどっかで聞いて、マジかと思って、それから、まあトイレ流すんだけどさすがに。なんか、あの、ボシュレット、なんか自動でさ、なんかちょっと浅く座ってると勝手にトイレ流れちゃう時あるじゃん、まだしてんのに。あれとかすっごいショックだもん。なんか、 ま、あ2回も22時トのも使っちゃったみたいなだからやっぱ知るってすごい大事だと思うんですよねで親の苦労とかを親がどうやってお金を稼ぐってどんだけ大変なことなのかっていうのをやっぱなるべく私早めに知るべきだと思う子供はそしたらなんかまあムカつくけど頑張ってくれてんだよなみたいな <laughs> 子供ながらに思ったんじゃないかなって思うと なんかすごい働くことが当たり前親は子供を養って当たり前って思わせすぎな気がする日本はふあのちょっと平和すぎてだから、うん、知ることが大事かなやっぱりね私ももっと早くいろいろお父さんの苦労とかなんか社会で働くことの大変さとか知ってれば、まあ、別に体現するまでいかなくていいんだけどなんかもうちょっとお父さんと早めに分かり合えたのかもなとは思いますね。 だから特に何もしてないんだけど大人になれば割かし仲良くなった私はねはいだからちょっといろいろ対話してみてお父さんどんな仕事してんのとかお母さんちなみにどういうレシピとか毎日どうやって決めてんのとかんかそういう当たり前と思ってることにちょっと聞いてあげるとすっごい喜んでいろいろ教えてくれると思うだって聞かれたことないから嬉しいんだよ多分だから 会話するかなやっぱり。会話すると、いろいろ分かりやると思いますよ。はい。私はそれができなかったけどね。はい。えー、昨日の代わりにしたディーズニーやってくれてありがとうございます。ポモドロテクニックが私にとって最強の相手です。今日もさやかちゃんみたいになれるように頑張るぞ。みなみちゃん、ありがとうございます。嬉しいな。ポモドロ使ってね。ぜひね。はい。えー、ゆうこちゃん。 こんばんは。久々に参加します。よろしくお願いします。日曜日に英検2級を高校1年生以来の20年ぶりに受けたけど、あ、ゆうこちゃんじゃないね。ゆうこさんだね。高校1年生以来の20年ぶりだから、なんなら私よりちょっと先輩かな。受けたけど、激鎮でした。まだまだ力不足。悔しいので、5月の試験に向けてまた頑張ります。英検2級か。英検2級。意外と難しいんですよね。でもね、本当英検2級。まあ、英検1級は難しいけど、2級。 11ぐらいまでは、本当ちゃんと頑張ればできると思うので、点数ちゃんと上がると思うので、ぜひ頑張ってくださいね。できればまた、あの、スタディビズミも活用してください。後期、ご無事で安心しました。あ、昨日できなかったから心配してくれたのかな。ありがとうございます。ごめんなさいね。連絡事前にできなくてね。夏希さん、以前アイメッセージで話すと、恋愛でもモテるよと話してましたが、具体的に恋愛ではどのように役立たれると思いますか可能でしたら付き合う前の段階での話だとありがたいです。<laughs> 何かかあるのかしらえっとねえっとねあのなつきちゃんは女の子だよねまあ女の子でも男の子でも一緒なんだけれどもあの私の経験上ね私も結構ね恋愛経験多い方だと思うんですけどモテる子は結局ねあの可愛い,いとかかっこいいとかじゃなくて楽しいとか。 あの一緒に行ってリラックスできるとか結局そこに終始すると私は思ってるんですよ年齢がいけばいくほどねでも若い時でも結局かあのモテるっていうのは私はモテるの定義はちゃんと愛してくれる人だいちゃんと大切にしてくれる人告白される回数とかじゃなくてねちゃんと建設的な付き合いがなんかこう。 割といい人とできるというか、いい人って言ったらちょっと漠然としてんだけども、なんて言うかな、なんか、顔だけで性格くっそめんどくさくて、めちゃめちゃ束縛してくる人って、結局、いつか疲れちゃうじゃん、相手が。だから、長続きしないと思うのよね。あと、面減らとかね。なんか、センシティブすぎて、なんか敏感、気持ちがもうガラスのハートすぎて、 傷つかなくていいところで傷ついて怒り出すと人とかいるじゃない私も、まあ、あの、前付き合ってた人とかにいたんだけど、え、それそういうつもりで言ったんじゃないけど、そうやって捉えるのはどういう思考回路みたいな人がいるわけ。そういう人とか、どんだけ顔が良くて、なんか仮にどんだけお金持ってても嫌だもん、やっぱストレスになるから。だって怒られたくないし、揉めたくないもん。だから揉めない人だよね。簡単に言うとね。揉めない人っていうのは、 自分の価値観を押し付けてこない人だと思うのね。決めつけない人。だから、アイメッセージって常に、私はこう思うんですけど、あなたどう思いますかって、あんたはこうだからああだとか、あんたはこういうとこあるから気をつけてとか、なんかこう、アイメッセージじゃなくて、言うメッセージばっかり言ってると、モテないんだよ、本当に。自己中だから。で、自分、人の気持ち全然考えれないじゃん言うメッセージばっかりって。なので、アイメッセージで、 私はあのあなたにこうやって言われた時に実は実はちょっと傷ついちゃったんだだから次回次回っていうか今後はなんかできればこういう風に思ったら私も気をつけるんだけどなんかこういうニュアンスで言ってほしいなって思うんだけどさどうかな逆に私のこうなんかうんって思うとこあったら言ってほしいんだけどみたいな,なんかあなたのこと本当に大切でもっともっといい関係にしていきたいから っていう努力が見えるじゃん、この会話で。だけどこれがさ、仮にさ、ね、なんであの時あんなこと言ったの私こんな風に思ったんだけど、本当やめてほしいんだけど、あなたそういうとこあるよ、みたいに言われたらさ、何よこいつみたいになるじゃん。なので、アイメッセージ。同じことを伝えて、同じところを直してほしくって会話をするにしても、アイメッセージ言った方が、絶対持てるっていうか、いい関係が築けるよっていうことです。伝わるかな伝わるでもこのニュアンスわかるよね。だから、 結局くくさくない人がモテるんです。モテるし幸せになれるの。で大切にしてもらえるの。なので、なつきちゃんにはぜひ大切にしてもらえる恋愛をしてほしいな。うん、いっぱいいっぱいの人と付き合う必要ないんだけど、なんかこう、恋愛って本当にお互い成長する、すごいいい過程だと思うのでね。はい。ぜひ、恋愛楽しんでね。ああメッセージ、絶対いいと思うよ。本当本当モテると思うから。大切にしてもらえるよ。はい。 ノラさん、今日久しぶりにメリィアル見てモチベ上がりました。スタディビジューンしてるの初めて知ったので今日参加します。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。どうだったかなまた感想聞かせてね。リサさん、こんばんは。高校入試まで1ヶ月です。ここもまだ何年分ものもの,ものを何回も何もしてません。これから5年分3回やっても遅いですかいやいや遅くないんじゃない ?5 年分3回って、5年分3回って割とすぐできんじゃないわかんない。どうだろう いやでもね、あの、いっぱいや、あの、実践をこなせばいいっていうものじゃないので、ここで重要なことは、えっと、過去問するってもう最終段階じゃん過去問が全然できなかったら本番も結構やばいってことじゃんだから過去問って結構ある程度完成形、自分の実力完成形の状態で仕上げでやるものが過去問なのね。で、過去問で全然できないと本当にやばいので、それまでに何とか 過去問がある程度できるところまで持ってかないといけないんだけれども過去問でやるべきことはえっと潰す作業自分ができてないところを見つけて潰す作業なのでいっぱいやればいいってもんじゃなくて間違えたところをもうお宝見つけたみたいな気持ちでよかった本番じゃなくてみたいな感覚わかるよよかったこれ本番じゃなくてと思ってもうなんかこう宝物見つけたようにそれを大事に自分の中に 収納するる感じわかるかななので過去もでそのためにあるからね自分のまあ、実力を測るだけじゃなくってあのいまだにまだできてないところを見つける作業そして潰す作業だと思ってくださいなのでとりあえず解いてどんどん解いてって意味ないからあの間違えたところをちゃんと丁寧に拾って潰していってくださいねはい。 中野さん、さやかさん、皆さん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。さやかさん、お忙しい中、いやとんでもない、ありがとうございます。え、たけのこ太郎さん、いつも月曜日に参加、あ、月曜日はなんかお仕事とかであんのかな。えー、今日は、今日は嬉しいです。勉強とはまた違うが、違いますが、執筆をしたいと思います。本、本を書いてるのかな。ありがとうございます。参加していただいて。55つ目、将棋、かっこいい。なんか何の仕事話の時にかっこいいって言ってくれたのかな。 さやかさん、こんばんは。一般入試に向けてラストスパートかけていきます。よろしくお願いします。ラストスパートかけてよー。そろそろかけてよー、みんな。こんばんは。今日も参加させていただきます。パセリーさん、ありがとうございます。えー、っと、ちかこさん、西村さん。マレーシア在住、駐在です。こちらに来て、初めて教育移住や母子留学とかあることを知りました。ね、母子留学とか、そうだね。教育移住の人、最近多いね。 教育のクオリティを求めてシンガポールに移住する人とかね、いっぱいいますけれども。ね、やっぱ自由で、なんか選択肢がやっぱ多い方がいいですよね。本当に。はい。えー、ユーキーさん。 こんばんは。最近、ビリゲルチャンネルを知って、アーカイブのスタディーズミーをたくさん見て一緒に勉強してる高校生、一年生。素晴らしい。さやかさんと一緒に勉強するとめっちゃ集中できて勉強が楽しく感じるようになりました。本当にありがとうございます。これからも体に気をつけて頑張ってください。私もテストが近いので頑張ります。うん、嬉しいね。ありがとうございます。嬉しいね。はい。あ、ゆうこ,ゆうこりん。私のモ元アシスタントのゆうこりんね。さやかさん、さやちゃんの皆さん、こんばんは。ゆうこりんはね、最近、あの、 やっと引っ越しをしたので今日はダンボールハウスの中で、えー、見てくれてますよ <laughs> 家がダンボールハウス化しているので集中してにほどきをしますゆうこりんゆうこねぜひ今度皆さんにもお会いしていただきたいですけど本当に天然天然なのにめちゃめちゃしっかりしてるというね不思議な人ですね 朝さん、朝、明日、朝、なんて言うのかな。現在社会人5年目でロンドンの MBA を目指して毎日必死で勉強してます。え勉強で数年ずっと孤独ですが、さやかさんのような夢に頑張ってる方を見るとパワーをいただいてます。次の世代が生きやすい世界になるよう学びに全力投資していきます。素晴らしい。次の世界が生きやすい世界にしよう。本当に。私もそのために頑張ってる。いやでも、 社会人5年目でロンドンの MBA を取ろうと思うことが素晴らしいと思いますよ。でも本当に社会人で勉強するのって辛いよね。ねえ。私もさ、夫がいなかったらできないかったもん。本当に。夫に支えられてたからできたけど。うん。ねだから本当に尊敬します。お互い頑張りましょうね。はい。えー、っと、ゆいさん。 3月に高校の公立受験があります。12月までは模試の結果を徐々に広げていくことができていましたが、1月ではえ過去最低でした。塾から先月まで全然大丈夫と言われてましたが、今月になって本当にギリギリだと言われ、失望している学科の一つ、下の学科を提案されました。本当に悔しかったし、努力が水の輪になった気分でした。これから2ヶ月弱の間、死ぬ気で勉強したら挽回できると思いますが、今まで以上に非番が募るばかりです。いや、できるでしょ。 二ヶ月弱必死で勉強したら全然違うよ本当に。でね、あの、もしの結果、公立受験高校の公立受験私公立、高校受験をしてないので、あんまり無責任なこと言えないのかもしれないんですけども、もしって本当に、えー、意味ないっていうか、 あのあんまり頼りにならないものだと私は思っていて。だって、いや、過去問だったらわかるよ。過去問がこの時点で全然できねえやべえって焦る気持ちはわかるんだけど、もし、もしできなくても全然受かるよ。受かるときは。正直。と思うよ。だから、あんまり落ち着む必要ないんじゃないかな。で、塾、どんな塾かわかんないですけれども、あのー、 いや、よくある話じゃないこれ。塾で。いや、私もそうだったよ。私はつ田先生の塾だったからそんなことなかったけど、中学受験の時とかも、絶対受かんないって塾でずっと言われてて、もうもう、あの、死亡校下げろってなぜか言うのよね。あれなんでなんかなあれなんなんだろうね。死亡校下げて何もいいことないと思うんだけど、な、なんでなんだろうね。だから、無視でいいと思うけどね。<laughs> その子っ怒られるかないや、無視でいいと思うよ。 本当に努力は水の泡になってないしあのなので自信を持って今までやってきたことに自信を持ってあなたが一番努力死ぬほどやってきたんだったらあなたが一番知ってるはずなので努力は水の泡にはならないし脂肪庫は下げる必要はないしも、えー、しばむしでいいということだけ私伝えておきます。申しででいいいす死亡も下下に下げる必要ははありません、はい なので悔いのないようにね残り、あのー、2ヶ月弱やったら全然別人だから本当にただその代わり死ぬ気で頑張ってほしいなと思います、はい、何かまた言われて落ち込んだらここに来てね私があのフォローできるところはしますのではいマリモさんお久しぶりです共通テストやばすぎました明日も授業受験なので頑張っていきます明日も受験なのに来てくれてありがとうね えー、共通しテストね、やばすぎ、忘れよう。終わったことは忘れよう。終わってないことは集中してやりましょう。はい、えー、あとはあとはえー、っとのさやがさんは高校の定期テストの対策してましたかしてません。自分のための勉強って大切ですよね。私もさやがさんみたいに自分。高校の定期テストの対策、全くしてません。 全くしてませんので、ね、通知表はもう覚えてません。あの、見てもないぐらい覚えてないね。捨てたわ、全部。速攻。意味ないし。だから、あの、推薦以外は無視でいいんじゃないかな。ダメなのダメなのかな <laughs> 推薦の場合はね、あんまり無視したらあれですけども、内申点とかあるでしょうし。ただ、日本で、えー、受験をする場合は、 あんまり気にしなくていいんじゃないだって受験受かっちゃえば入れちゃうじゃん日本の学校って。だから、うん、あんまり学校の勉強に私は時間を取られたくないと思うタイプでしたね。ちょっといいか分かんない。でも本当にあの 内進点が大事だって思う人は学,学校の勉強も頑張ってねいや学校の勉強も必要必要なんだよ私もやっとけばよかったなと思うけど私はギリギリまで受験の勉強を始めなかったので高校2年の夏までだから学校の勉強をやってる暇がちょっと正直なかったっていうねもっと早めに勉強って大事だな学校の勉強も一応クソつまんないと思ってたけど重要なんだなって気づければ私全学全教科ちゃんとやってたと思う本当に かちょっとそれって気づくの遅かったんでできなかったっていうだけなので皆さんもし余裕があれば是非学校の授業もちゃんとやってほしいけど余裕がなかったらやっぱ受験に集中したらいいんじゃないかなって思いますねはい個人的にはねえゆ、ー、なちゃん相談です高2です高の前の席替えで席が一番前になってしまって内職ができなくなってしまいましたそれに夜遅くまで勉強しててじ授業中眠くなって寝てしまうのですがすぐに気づかれて注意されてしまいます でも正直授業よりも自分のためになることしたいです <laughs>。いやわかるよ。わかるよね。うんわかるよ。自由のためになることって一体何なんでしょうねゆなちゃんの場合は。私の場合は別に自分のためになることではなかったなと思いますね。自分当時のね私やってたこと。例えば友達に手紙を書きためるとかね。 やるでしょうよく今はもうなのかしら、ね、当時は LINE とかないしスマホとかもないからあのー、こういうメモ帳みたいなのルーズリスとかちぎっておでなんかエリコへ元気昨日楽しかったねみたいなくっそどうでもいい手紙を <laughs> いっぱい <laughs> 書いておって貯めてで休み時間に渡しに行くっていう。自分のため だっったたととは思えないいことをすごいやってたりねプリクラチョウ一生懸命作ったりねなんかもうお腹減ったなと思って弁当食べたりね漫画読んだりね本当に好き勝手やってましたけれどもだからわかるよゆなちゃんに何にも言う資格ない私は何にも言う資格ないもっとひどかったから多分ただただですね、えー、高2でしょ受験がもしかしたらこの先来るかもしれない 今からやっといた方がいいよ。で学校の勉強をちゃんとやってれば授業,授業で先生が言ってることを大抵理解できてればあの受験ははっきり言って余裕になっちゃいます。あの結局でそこをサボるからみんな受験が大変になるだけでそこからちゃんとやってれば受験が正直余裕になっちゃいます。なのであのもしよければ目の前のその先生の目の前を 有利にしてこれが天気だと思って先生の授業を試しにちょっとちゃんと聞いてみて「先生そこ意味わかんないです」とか「今言ったこと全然意味わかんないです」とか言ってみたら先生もお「おこいつなんか変わろうとしてるな」みたいな感じでもしかしたら評価してくれるかもしれないしちょっと真剣に聞いてみたらくそつまんないと思ってた先生の授業が。 意外と面白かったりするかもしれないしうん聞いてみる価値はあるんじゃないかななのであのでも夜遅くまで勉強してんだもんね自分では勉強するんだもんねだからそうだねもう是非席が一番前になったこのあの機会を生かして先生とちょっとコミュニケーション取ってみたらいかがかしらでも気持ちはすごくわかるわ はい、私は何も言う資格ないということで終わりたいと思います。<laughs> すいません。<laughs> えー、ボーチャーさん、過去は変えられる、未来次第でってある人が言ってましたけど、どう思いますかいや、そうだと思いますよ。うん。私が典型的な例なんじゃないかな。うん、だってあ、あのままギャルやってたら、 本当意味ななかかったかもしれないっていいうか、いや意味ないってことないんだけど本当にもったいないことになってたかもしれないなって学ぶ楽しさとか意味とかにも気づけずにずっと、うん、なんかしょうもない男ヤンキーと結婚していっぱいいっぱい子供産んでほんで捨てられてほんでお金もなくミスロすごいきつい生活をしてたかもしれないあのままギャルやってたら。だけど坪田先生出会ってああやって頑張った結果 結果慶応という世界に出れて広い世界を知れてあ世界って広いんだなって思って面白い人いっぱいいるんだなってもうワクワクする人生がそこからどんどん広がっていってでビリギャルってなって今こうやってみんなにねビリギャルとして知っていただいてなんか慕って頂くれる人もたくさん出てきてあ後輩たちのなんか憧れられる存在に私ずっとなってたいなって今思ってるしこれからも学び続けたいなと思ってるし。 そこうやってなって初めてあでもギャルだった時に本当にいろいろ学べたなって思うわけだから過去が変わったんだよね本当にただビリでギャルだってそのもう人生の中でどん底だったと思うよ今も振り返ってもそう思うんだけども本当に警察に捕まってね牢屋に入れられててもおかしくないかったかもしれないしいや法に触れることはあんまりしてないつもりですけどあのまま言ってたら知ってたかもしれないよね そしたらさなんかそのあのギャルだった時代が本当になんかこううーん苦い思い出になっちゃうっていうかさだけど今こうやってビリビリでギャルだった時代を生かしてあの先ほどのさゆなちゃんとかの相談にも共感ができるわけじゃんだから私の過去はすごく意味のあるものに今なってるわけギャルだった時代も私にとってはすごく大事な経験値になってるわけですね うん、だから、本当とその通りだと思いますよ。過去は変えられるし、未来次第でって。うん、だから、未来次第でっていうか、今、今、今、ここの、この瞬間で何をしてるか、何を目指して、何を達成するかっていうことだよね、うん。だから、過去は全然変えられるよ。変えられる。 悲惨だなあの経験あったから今こんなに幸せなんだよな超ありがとうとかねあとはめっちゃ好きだった人に振られてあ私の人生終わったって私も思ったことあんのよ大学の時にあ私この人と別れるんだったらもう死のうかなって本当に思った時があったのだけど今の夫と出会ってうわあん時結婚しなくてよかったとかねなんかあん時なんか別れてよかったとかね思うわけ こんなに最高な人と結婚できる未来があったなんてっていうね。そうだから、恋愛も人生も何でもそうだけど、うん？過去を変えられる未来次第で本当にそうだと思います。はい。 ええー、植木さん。佐野市教育委員会、障害学習課の植木です。お疲れ様です。講演会よろしくお願いします。あ、私が今度ね、あの、講演会する主催者さんが来てくれてますね。ありがとうございます。アベリギャルチャンネル登録していただいてありがとうございます。私は夜が苦手なので、これで失礼します。おやすみなさいということで。ありがとうございました。え、マリンさん、遅れちゃい、ま、遅れちゃっても来てくれてありがとうございます。タスマニアカンガルー。 最後の方眠かった。眠かったけど、やつ偉いね。お風呂入ってたらちょうど終わってました。ウニさん、次は参加します。えー、部屋、部屋、部屋さん、エフランク大学から一流大学の大学院への進学、どう考えますかいや、いいんじゃないですか全然いいでしょなんなら、なんなら、エフランク大学から一流、いや、いいんじゃないですかかっこいいじゃん。かっこいいよ。全然あれだと思う。なんなら、 そっちの方が頑張れると思う。だって周りがびっくりするでしょ。そっちのが頑張れるじゃない。ぜひやってくださいよ。アヒ、お家で勉強するときにテレビの音とか雑音が苦手なのですが、音楽を聴きながらやるのは良くないとよく目に目にします。音楽を聴く以外に集中できる方法とかありますか音楽でも歌詞なしとかであれば良かったりするのでしょうかあのね、これは本当に個人差だと思ってて、私は音楽聴きながらできない。結構静かにずっとやりたいタイプ。 だけど音楽聴きながら集中できる人もいるっていうし、だからこれはあの集中、本人が集中できるんだったら私それで全然いいと思うよ。全然いいと思います。だからもうそれは本人が決めるべき。私はもう何な,なら耳栓とかして勉強してたね、高校の時。もうなるべく集中してし、もうゾーンに入りたかった。でも音楽聴いてたらゾーンに入れるって人もいると思うので、それは自分で、あの自分を分析してや,やったらいいと思うよ。はい。 えー、GKW、GKW、GKW。こんばんは。以前挑戦した資格に落ちてしまいました。リベンジしたい気持ちもあるんですが、大学の勉強もあり、なかなか勉強できていません。合格するまで諦めずに勉挑戦した方がいいでしょうかいや、まあ、合格したかったら諦めずに勉挑戦した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょうやってみたらいいと思うよ。ぜひ。一人生一回だからね。 で一回落ちたら大体わかるじゃんあーあれが食べなかったんだなとかさ次はわかるよ大丈夫とうこさん私は運がいいそう言ってると言ってると本当運が良くなるからねスマイルさんまずは坪田先生の本から始めますね小学生6年間と長い分とにかくいろいろありすぎてお返事ありがとうございましたいやこちらこそありがとうございます6年間そっか小学生の学童保育のね保育じゃない学童のね先生なんだね小学生か そしたらそうだね、家族の相談とかもいっぱいあるでしょうね。いやでも、あの学ぶ意欲がある先生は本当にいろいろ教えてあげられるというか、気づきをたくさん与えられると思いますので、ぜひ、もうあの子どもたちはあなたがスマイルさんがいるだけで、 すごい恵まれてると思うので、ぜひ一人一人にね、向き合ってあげてください。大変なお仕事だと思いますけど、ぜひまたここに来てリラックスしてくださいね。はい。えー、よしさん、2年間、2年前、受験期毎日ビリギャルの合格するシーンだけ見てやる気出して。さ稲田、合格しました。YouTube も最近見つけて、柳柄が大盛りしてます。嬉しい。<laughs> ビリギャルの合格するシーンだけ見て、すごくないそんなやり方あるんだ。ウケるね。確かに2時間毎回見てられないもんね、映画ね。 いや、素晴らしい。おめでとうございます。Hey, ah, リスチャフトシンフォーマティック。Hey!Hey, hey ありがとうございます。シャンシャン、こんばんは。えノ、ー、ラさん、勉強楽しかったです。素敵な配信ありがとうございました。えー、カズミさん。 えー、さやかちゃん、格好問で間違えたところ、お宝を見つけたようにってすごく素敵なたと声です。え <laughs>、よかった。ありがとうございます。仕事で管理職向けに、えー、輸出管理の教育をしないといけないのですが、きちんと練習して、事前に説明しにくい点等を見つけて、お宝発見本番でできてよく、でき、出なくてよかったと思いながら対策準備していきたいと思います。よかった。お宝ね。本当にお宝見つけて、みんな潰していこうね。えー、のみのぴこさん。 睡眠時間を削って勉強するのはいいことなのでしょうか賛否ありますが、さやかさんの。あのね、私も睡眠時間削って勉強してたタイプなんだけど、えー、おすすめしません。なぜかというと、もう何度も言うけど、睡眠時間ってマジで重要なんだわ。本当に重要なの。だから、私もトップルのリスニングが全然上がらなくって、あ、もうどうしようどうしようと思ってた時に、睡眠時間もなんと8時間、 まあそれまでは結構6時間とか5時間とかにして勉強してたんだけど8時間に増やしてたら28に上がった30点満点中28だから2問間違いねいこれ結構すごいんだけどだから集中力ってやっぱり睡眠とすっごい密接につながってるので睡眠はなるべくやっぱり学生だったらまあできれば8時間10時間 あの社会人でも、まあ、8時間は確保するのがおすすめですけど、まあ、でもね睡眠はあとちょっとでも本当にやばいんだっていう人はまあ私でも削るかなどうかなだからまあまあそれケースバーケースなので自分と相談しながらでもあまりにも本当にあの集中できないというようだったら思い切ってちゃんとあの睡眠時間を確保するっていうのもいいと思いますはいビビさん明日入試明日入試1月1月って入試 ええー、そうか。そうだよね。頑張って。お祈りしてます。みなみさん、共通テストもしおっとく。あ、これあれかな。自己上限ね。もうちょっとだから行っちゃおうか。なおさん、高校2年生ですが、英語の偏差値が30から40しかありません。まあ結構あるよ、それは。3ヶ月死ぬ気でやれば偏差値50いきますかいきます。全然いきます。全然いきます。はい。それだけです。全然いきます。死ぬ気でやってください。 ゆいさんありがとうございます本当に心が落ち着きましたどうしようもなく辛くなったらまた相談させていただきます3月にここにいい報告ができるように頑張ります信じてるよ頑張ってよきょちゅんこんばんは私は好きな人年上ですの人と話しているときにその人に俺バカな子が好きなんだよね漢字読めなくていいし頭いい真面目ちゃんはなといきなり言われました私はその人に認めてもらいたくて褒めてもらいたくて苦手だった勉強に取り組んできたのですが面と向かって言われて少しショックを受けました 努力を重ねることは魅力的ではないのでしょうかいや、そんなわけないでしょ努力を重ねることが魅力的ではないわけないでしょ俺、バカな子好きなんだよね。漢字読めなくていいし、頭いい、真面目ちゃんはな。あの、年上、おいくつなんでしょうね。あのね、いや、もしかしたらそれ好きなんじゃないの あのその人に褒めてもらいたくて頑張ってるあなたにちょっと意地悪したくなっちゃったんじゃないのであなたのこと好きなんじゃないのと思うけどね漢字読めなくていいし頭いい真面目ちゃんいや頭いい真面目ちゃんはなーっていう表現もちょっとど,ど,ど,どういうことを表現してるのか分かんないんだけど努力力を重ねることと魅力的ですよとっても私はそうやって信じてきたしいや実際そうだと思うし。 だからその人が本当に真面目にそうやって言ってんだったらもっといい男いるんじゃないと正直おばさんは思っちゃいますけれどもねどうですか皆さん <laughs> 私と同世代の人がいっぱいいるでしょどう思うどうですかね若い時はねなんかそういうこと言っちゃいたくなっちゃうんだよねでもバカな子絶対嫌だからねもうちょっと年齢言ってみ絶対嫌だからね本当に私本当バカな男で嫌だもん なんか何も知らないとか素人知ろうとしないとか絶対付き合いたくないもんだからなな人はモテないよやっぱり漢字読めなくてもいいかもしんないけど真面目じゃなくてもいいけど努力はできる人がいいな私は、うん、だからキョ,キョウチュンはそのままでいいと思うよはい男を見る目は養おうねその子が「 どんなか分かんないけどいい人と付き合うねはい舞さん仕事にしたかった販売あ登録販売者の資格勉強やせっかくやる気になってきて努力し始めたところで親からそんなのどうって何になるのどうせ一回じゃ受からないでしょうと応援どころかやる気をなくすことを言ってきますイラッとした時ってどう気分転換したらいいと思いますかえっと無視ですね親といえどもモチベーション下げてくる人はとことん無視でいいと思います あの、私もお父さんに、お前、慶応なんか受かるわけねえだろ。わあとかって言われてたけど、うるせえ、お前、見てろよ、こんちくしょ、つって。あの、逆にエネルギーにしてましたので、舞さんは逆にエネルギーにしてください。あの時、親がああやって言ってくれたから頑張れたんだよなって、あの、成功してから思、あの大人になって、舞さんの方が大人になって、ありがとうあん時、悪い役買って出てくれてありがとうって思って、欲しいな。 それぐらい結果を残して欲して是非あの親親といえども無視でいいなんならムカつくこと言われたら「はさやかさん言ってたことだエネルギーになるぞこれは」と、えー、逆にあの捉えてほしいなと思います、はい、ふわり勉強しんどい勉強しんどい勉強しんどいけど楽しいよ 捉え方ね。24歳ですが、転職などして社会人4ヶ月目です。私は韓国語を勉強していますが、良き韓国語会話教室がなかなか見つからず、独学でも思うように勉強が進みません。自分にはある程度アドバイスしてくれる方がいてくれた方が安心して勉強できると思うんですが、勉強、あの値段や仕事との兼ね合いで言い訳かもですが、結局始められず、もうそのうちモチベが保てなくなるという、良かったらアドバイスだけだけ嬉うれしいです。 韓国語の英会話、わ、ね、か,かんないんだけど、ネットとかでそういうのないのネットとかでさ、実際に会ってなんかこう喋るのとかはさ、ハードル高いかもしれないけど、韓国語を勉強したい人いっぱいいるでしょそういう人とさ、ネットで繋がってさ、なんか勝手にコミュニティ作るのどうなのなんかこ、このスタディウィズミみたいにさ、毎週火曜日はじゃあここに集まってみんなで韓国語話し、 韓国語で話ししようとかさ、そういうのできそうじゃん。それだったら別にお金もかかんないし、あの、ここで、ここの皆さんとみたいに同志になれるしさ、かそういうのとかどうですかね。はい。参考にしてください。でき、よ,よければ。マスターさん、アウトプットが苦手です。アウトプットはもう訓練。あの、慣れもありますので、私はアウトプット、私も苦手だったけど、ずっとアウトプットっていうか、 こう誰かに何かを伝えたりとかするの上手になりたいなと思って頑張ってたらうまくなってきたのでアウトプットも訓練ねあのかあの経験値だと思うのであの苦手だなって思うのも固定概念なので一歩踏み出してね勇気を持ってやってみてほしいなと思います。そらさんこれそら 天野空くんかなこんばんは、中一です。ライブ初めて見れたのですごく嬉しいです。よかったです。ありがとうございます。えー、キララ、こんばんは、高校での公演すごく楽しくて話を聞く前からビリギャロを知っていて面白いなって思ってました。嬉しいね。ありがとうございます。猫、猫ライス、こんばんは、勉強する前にその日のゴール決めたりしますかその結果で軌道修正したりしますかそうね。勉強ガチでしてた時は結構、今日はこれやるぞっていうのを私書き出してからやってましたね。それつぶす感じでやってました。はい。 その結果、軌道修正したりしますかまあそうだね。それができなかったりしたら、そうだね。明日はこれ絶対やるぞとかは決めてましたね。あとちょっと、はい。えー、佐久間さん、ミリギャルの映画がきっかけで今の自分の偏差値から30以上高い大学を目指してもいいんだなって決心することができました。憧れでキラキラした世界に行けるように、これから勉強頑張ります。 いや、偏差値って本当無視でいいからね。みんな。な、なん私無視した、することいっぱいある。偏差値って何って感じなので、偏差値に、ね、あんまり踊らされないで、皆さん行きたいところに行ってください。偏差値30とか全然普通に上がるから。ちゃんとやれば。え、サニー、さやかさんこんばんは。いつか話してたらごめんなさい。AK って受けたことありますか今、英検2級の勉強してるんですが、なかなか、え、単語や文法が覚えられずにいます。もし過去に影響を受けたことがありましたら、どうやっ、いや、ケ 英検もストフルもトイックも基本は同じでやることは初期は特に最後の方は変わってくるんですけどえっと単語はあのとにかく反復で一回で覚えようとしなくていいですあの通るだけでいい通るっていう表現を私は使うんですけども単語はもう通るだけでいいです触れる一瞬触れる えー、どうしても何回通っても覚えられないものはもうトイレに貼っとくとか自分でそれを使って例文使って作ってみるとかそういうあの工夫があったりしますけれどもあの単語はとにかく何度も通る同じ単語をねだから1日にできれば100個ぐらい通ってください通るだけならそんな時間かかんないからその1回で覚えられるはずがないと自分で覚え思っとくのが大事ね1回で覚えようとするからなかなか覚えられない なのでで何回も通る工夫をしてほしていですあと、えっと、文法は英検の場合はそんなに文法はねあのそんなに難しいものは問われないので TOFL もそうなんだけどあのおいくつかサニーさん分かんないんだけれどもあの,えあの中学英文法をひとしきりあの復習をとりあえずしておけば そんなにもう困らないんじゃないかなと思いますね。ネイティブの人だってあの知らないからね、あの関係代名詞とかいう言葉だからあのそんなにこう日本の学校教育で習うあの難しい英英語の英文法のあの単語とか用語とか覚える必要ないのであの英語の中学英文法をしっかりマスターして、えー、ボキャブラリーをとにかくいっぱい増やすいっぱい反復する。 しながら増やすってことが一番大事だと思うのでぜひやってくださいはい。えー、っと、木下めぐみるく伸び悩んだときはどうすればいいんですか伸び悩んだときはもうちょっと話も長くなるのでこれをプラトー現象これを検索してくださいプラトー現象もう一番上に出てきたやつを送るね これ。あ、ちょっと、リンクが長すぎてダメだった。プラトー現象で検索して。プラトー現象。各自検索して。これを知っといてください。あの、メグミルクさん、何か新しいものを習得するときに必ず訪れるのがこのプラトー現象というもので、飲み悩むっていうのは、あの、絶対誰でもあるものです。 で、このプラトー現象の攻略の仕方は、もう、プラトー現象っていう言葉を知っておくことがまず大事なので、ぜひ、あの、プラトー現象、ちょっと調べてみてね。はい。キョチュン、彼は26歳、ああ、十六歳でバカが好きって、ちょっとそれやばくない彼の好みの話をしてたときに、私は客観的に見たときの印象と逆のことばかりを言われました。私は真面目ではないけど、彼からしたら真面目とか。 26でなんか漢字とかやめなくていい真面目ちゃんやだとか言ってるのやばいとちょっと思っちゃったなまあでも好きならしかないえー、あなたはあなたがいいと思う道を進んでくださいきょちんさんはそれでいいと思うな私はその人はどうだかわかんないですけど <laughs> ねえみんなどう思う ちょっとすごい,良い、いい男に思えないんだけど。人の好きな人を捕まえていい男に思えないとか言うのも失礼なんだけど。だけど、ね、頑張ることはいいことだよ。頑張ることは素晴らしいことですし、魅力的なことなら自信を持ってくださいね。はい。舞さん、アドバイスありがとうございます。親を見返すつもりで頑張ります。このライブは来週から火曜になるんですかいや、基本的に月曜日です。 月曜日。で、えっと、皆さんぜひ、あの、チャンネル登録しといてください。で、今までは、インスタとかツイッターとかでなんか、ちらちら、今日休みします、ごめんとか、やったりしてたんだけど、これからは、あの、チャンネル登録をしてくれた人になんか、そのまま、あの、投稿っていうところがあるのかなチャンネルの、チャンネルの投稿ってところで、えー、今日は、 あのちょっとお休みしますとか例えば月曜できないんで火曜日やりますとかあの連絡をするので皆さん是非チャンネル登録をしておいてくださいそしたらちゃんとあの連絡がいくと思うので、はい、基本月曜日です、えー、NO さん「明日就職面接です」なんだか未知のせ不安が襲ってきてます緊張しないようにリラックスして話す工夫などうーん まあ、ちゃい一番はやっぱり準備だけど、まあ、楽しむことかな本当に楽しんでほしいな面接官も人だからなんかあんまりにもこう「はい私は」みたいななんかこうすっごいガチガチな人とか見るとすごいあっちも緊張しちゃうしあとはなんかすごい暗記してさその暗記したやつをそのまま言ってたらさ暗記してきたんだなってやっぱりわかるので、ね、人って。 ななののでで本当に対人なので面接ってその人となるべく笑顔でそのあこの子本当に感じがいいなって思ってもらえるにはどうしたらどういう話し方したらいいかなとか目線はどうあ,のあんまり凝視しない方がいいかなとかでもなるべくその人の目を見て喋った方がいいかなとか本当に会話を楽しむ友達とか彼氏とかあの好きな人との会話を楽しむ感覚で。 あの面接するのが私は結果的に一番いいと思いますのでぜひ楽しんできてほしいなって思いますはい緊張はするよだけど楽しもうって思うとまたちょっと違うと思うのでねはいあんまり緊張せずに頑張ってくださいはいこれで全部いけたねはいえー、チャンネル登録新しくしてくれた人ありがとうございましたまだの人はぜひしといてくださいねそれでは来週はあちょっと待って来週は 来週もね、もしかしたらちょっと予定が入るかもしれないから、もしかしたら火曜日になっちゃうかもしれないんだけど、またご連絡します。はい。それでは私のご連絡をお待ちください。一応、そうね。うん。また連絡します。はい。今日も皆さん、あのー、緊急でしたけれども、ご参加いただきありがとうございました。今日も楽しかったです。はい。<laughs> 皆さん、 あの、また続々とせつあのコメントくれてありがとうございます。あとでじっくり読みますね。はい。それではそれでは、明日からテストの人とかも、テストが間近の人も頑張ってね。も、ま、う、あ、今週も始まったばっかりだけど、みんなに、あの、いっぱいいっぱいハッピーが訪れるように願ってます。それでは、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。またね。おやすみ。バイバイ。